はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろんなこと喋ってましたけど、今日はね、やっぱり世界遺産登録、情報、これが嬉しい。三内丸山遺跡、はい、吉崎さんのご実家、はい、三内丸山遺跡でしょ。そうなんです。三内丸山に、はい、本当に同じ土地、実家ではないでしょ。まあ、実家です。実際だってね、土地がね、ここ、うん、あの公園として開発される前、吉崎さんの土地だったらしい。もともと一部が本当の話なんだ。もともと本家の、はい、土地でみたいだったって。マジでこの辺が実家なのよ、吉崎さんは。そう、マジでここモロなのよ。いや、まあ、言い方的には実家ってことだと。いや、だってこの掘ったて柱だっけ、六本柱、はい、吉崎さんの祖先のここの2階に住んでたんですよ。そうなんです、そういうなの。少し3階建てになっていまして、ううのこの2階の部分が一番安全なんですよ、うん、なのでここで私たちは暮らしていました。え、そうなの。3階じゃなくて2階が安全なの、ね、はい、3階は監視役の人がいるんですよ、うん、あ、敵とか、敵とか、はい、らしく、そうです、うん、そして1階部分は、うん、こうペットを飼っていたわけですから、ここでペット飼ってたの、そう、うん、いろいろ犬とか猫とか、ここバンニャンカーニバル、かわいい、バンニャンカーニバル、どういう気分、バンニャンカーニバルスペース、そうです、この1階部分がバンニャンカーニバルスペースで、であの、まあ、周りがすごい山々に囲まれていて、ここの動物たちはバンニャンカーニバルに入るためにこうしのぎを削ってるっていう、あ、ここで暮らしたいんだ、本当はみんなここで暮らしたいんですよ、森の動物たちは。そうです、そうです。で、選ばれし動物たちがこのワンニャンカーニバルに、そうです。選考基準としてはどういうところで、そうですね、誠実さ、いや、動物だろ、誠実さ、鹿とかいるからね、いきなりおしっことかするような汚れた動物はやっぱダメだと、そうです、ちゃんとしてる、我慢しないと、ちゃんとしつけの問題ですね、そういう感じですね。あ、そのね、吉崎さんの実家は世界遺産ですから、はい、ありがとうございます。ね、やっと来ましたね。建屋田住居は案外住みやすいんですよ。そんなことねえだろ、実際ね、実際住みやすいんです、ね、そお前が住んだわけじゃないから、夏は暖かく、うん、あ、夏は寒く、うん、冬は暖かい。資格ねえよ、お前。夏は何が寒くだよ。夏は寒く、涼しくだよ。夏寒いんだ。夏は寒い。寒いくらい。山瀬的なことだ。そうです。アイスとかも溶けない。アイスね、溶けないんだな。そうで、冬はすごく暖かいっていう。それはいいよね。はい、夏のその寒さに、うん、対策としては縄文人はどうやってその夏の寒さをしのいでたんですか。やっぱバンニャンカーニバルの動物を抱くんですよ。なるほどね、ふわふわしてダボ飛んだ、もふるんだ、もふる、そうすると大丈夫です。はい、はい、じゃあそんな感じの状況です。自分追い詰められていけないよ、勝手に。全員追い詰められました。どうしよう、この天気。じゃあ最後ちょっと最下に浄化していただきましょう。そうね、世界遺産登録のこの嬉しさをちょっと述べていただきたい、うんうん、そうですね、うん、やはり吉崎さんの、はい、土地を借りて、うん、MV 撮影もまた話戻ってきたのさせていただいたということで、いやいや、やっぱり私たちも責任を持って、うん、この三内丸山遺跡あのと、はい、吉崎さんの土地と、はい、一緒に盛り上げていいだらいいなと思いますので、関係ないんだから、ぜひ皆さん、はい、MV だったり、うん、縄文の曲も聴いてください。それはぜひ、ね、一緒に盛り上げていきましょう、盛り上げていきましょう、はい、じゃあ最後にみんなでワンニャンカーニバルで締めますよ、はい、締まらねえよ、せーの、ワンニャンカーニバル、結構かけるな。